セリアのものは直火 OK と。どうもこんにちは。いよいよですね、明日から、岩手県までの12日間の車中泊の旅、これをねやろうと思ってるんですけれども、基本的にねあんまりプランがありません。あんまりプランがなくて、行き当たりばったりになるんじゃないかなとちょっと思ってるんですけども、今まで基本的にキャンプをやってたんですけれども、キャンプだとある程度の道具はあるんですね。である程度の道具はあって、調理器具だったり、お皿だったりとかっていうのはあるんですけれども、車中泊になると全く別物の話で、基本的に洗い物はしたくないというのがありまして、その辺をねどうしようかなっていうのをねちょっと考えてました。まあ結論としては、一番いいのはお店で食べるとかっていうのがいいんですけども、そうなると12日間ですね毎日外食するようになると、これはねお金がかかってしょうがないなと思ったので、今回ねまたね100均行ってきました。100均に行ってきて、ちょっとねこれを買ったんで見てください。今回ね購入したものがこちらになるんですけれども、まずねキッチンラップ、サランラップですね。でサランラップはまあいらないかもしれないんですけども、もしかしたらね何か保存することがあるかもしれないので、まあ、サランラップをかけて冷蔵庫に入れるとかっていうことをしたいなと思ってこれを買ってきました。これはねちなみに、セリアです。で次に買ってきたのがアルミホイル。アルミホイルもね、まあ、使うかどうかわかんないんですけども、まあ、一応あった方がいいんじゃないかなというぐらいのレベルで買ってきました。箸もね40本あれば大丈夫だろうということ でこれもねゴミになってしまうんですが、まあ、洗い物が減るのでいいだろうということでこれを買ってきました。それと、これもね使うかどうかわかんないんですが、スプーンもね一応あった方がいいだろうということで使い捨てのものを買ってます。これがね一番欲しかったものなんですが、アルミ鍋、これもね使い捨てのものです。で、これはねセリアで買ってきました。なぜねこれをセリアで買ったかっていうと、ダイソーにもね似たようなものって売ってるんですよ。売ってるんですけども、これです、直火調理 OK と。このセリアのアルミ鍋に関しては直火で調理することができます。ダイソーの方はどうかっていうと、まあ、直火 NG には一応なってます。直火 NG になってて、そこのところに炎が当たらないように調理してくださいというふうに書いてありました。厳密に言えばですね、ダイソーの方も直火は OK なんですけれども、こちらの方はねまだ安心して直火ができるだろうということでこれを買ってきてます。でこれはセリアで3枚入りのものです。でこれを、合計で3つ、9枚ですね、9枚買ってきました。旅自体は12日間あるんですけれども、まあ、12日間すべて調理するかと言われると、多分僕しないだろうなと思ったので、とりあえずね9日分だけ用意してます。で、今までのものをね使うとやっぱりゴミが出ます。でゴミが出て、ゴミをね、まあ、どこで捨てるかってことなんですけども、基本的に捨てずに持って帰ろうと思ってまして、中にはですね匂いがするものもあるかもしれないので、こういうねストックバッグっていうのを買ってきました。これでチャックで閉まるようになりますんで、まず匂いを軽減できるんじゃないかっていうことと、ゴミを持って帰ることがこれで可能になるんじゃないかなと思います。他にもですね細かいゴミっていうのは出るとは思うんですけれども、そちらはねゴミ袋で対応するとして、まあ、ご飯を食べた後はこの中に入れてそのまんま、家に持って帰ろうかなと思ってます。ちょっとねこれちゃんと入らないんですけど、まあ、こんな感じで持っていこうかなと思ってます。で、これを入れるのも100均で買ってきました。これはセリアだったかな、これはセリアで買ってきました。ということでこれでね調理する器具に関しては、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思います。火に関してはシングルバーナーを持って行ってそれで調理をしようと思ってますので、まあ、こんだけあれば大丈夫だろうという感じです。夜ご飯に関してはこういう感じの鍋物とかの調理になるんじゃないかなと思ってます。で今回ね100均を回って分かったのは、この使い捨てのアルミ鍋、これに関してはダイソーは直火が NG というか三角で、セリアのものは直火 OK ということなので、こういう使い捨てのアルミ鍋、これを買いたい場合はセリアに行った方がいいんじゃないかなと思います。収納場所に関してなんですけれども、まあ、例えばこういうところに入れておけばいいんじゃないかなという感じです。まあ、こうやってね隠しておけばすっきりするんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、12日間の車中泊の旅、明日からスタートしますけれども、どうなるんでしょうねとしか言えないんですけど、まあ、うちの奥さんとか、子供たちとか置いていく形になるので、ちょっとねやっぱり寂しい気持ちも半分、あと楽しみな気持ちが半分という感じだけど、実際は楽しみの気持ちの方が大きいかなっていう感じで、本当ね10年ぶりぐらいの一人だけの旅になります。で一人だけの旅っていうのは本当に、まあ、憧れでもあったし、
でもなかなかできる機会ってないじゃないですか。なかなかできる機会ってなかったので、まあ、行く先々でいろんなこともあるでしょうし、いろんな人にも会うと思うので、まあ、とにかくね楽しんでこようかなと思います。ということで、とにかくね安全に行ってこようと思いますので、ぜひまた見てみてください。それでは。